今年にかける思いはかなり強く持っていますこの広瀬です。どうだ、ボールは伸びていく、そして上段飛び込んでいきました。ようやくランナーが戻ってきます。広瀬第1号ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これで5対3、ヤクルトのリードは2点と変わりました。9回の裏、ドラマが待ってるのかどうかという、そんな場面になってきましたが、笹岡さん、はい、今のはジャストミートでした。完璧ですけどね、はい、ただもう2イニングほど早めに出てくれればという感じで、まあ、そうなんですよね、この展開でというよりも、はい、やっぱりその前の時ですよね、はい、これはしかしかなりの飛距離、一方松岡なんですが、まあ、この人の経験はかなりいい、たくさんの経験をして経験値高いは高いんですけれど、ちょっと今シーズンに限って言うと難しい場面での登板は、なかなか難しくなってくるかもしれませんね。まあそうですよね、前回も、まあ、今日もですけどね、はい、ちょっと内容的にも、はい、良くないですね。そうですね。